日本近畿地方大阪府屋尾市、山本町南山本町南は大阪府屋尾市の町名。現行行政地名は山本町南1丁目から山本町南8丁目。住居表示は実施済み。住居表示実施時に大和山本と周辺の大和の地名を変更し、山本町、山本町北。 山本高康町などと共に成立した地名である。住居表示実施直前の地名は大和山本、大和小坂井及び八尾八家村交差土の一部である。両政国一覧機内河地国、和歌江郡、山本神殿、小坂郷村など、地域の大半は山和側の川の河違いとその後の神殿開発によって創設された。大阪電気軌道の山本停車場が設置されるまでは、 集落と呼べるものはなかったが、その後は、駅前の商業地、大阪郊外のベッドタウンとして発展した。近鉄大阪線河内山本駅の南側、玉串川に沿いと、そのやや西側に位置する。駅近くの1丁目と4丁目の不動大阪港、八尾線の北側までは商業地となっている。その南側は、基本的に完静な住宅地である。住宅地の地下は、 2014年1月1日に公表された工事地価によれば山本町南4の6の6の地点で21万5000円平方メートルとなっている。八尾市で最も地価が高い。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。鉄道道路、ありがとうございます。